しゃい。トモコママこんばんは。第4月曜日夜8時半になりました。本日もですね、ひっそりとゆるーく開店いたします。かっこいい居酒屋豆太郎、私、トモコママこと竹内トモコでございます。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして大将。はい、こんばんは。どうもこんばんは。お元気ですか？元気ですよ。はい、ちょっとね、今日二日酔い気味。二、はい、日酔いですか？昨日何かあったんですね。昨日ですね、はい、秋葉原に行きまして。秋葉原、はい、メイドさんと戯れてきましたですね。え、メイドさんと戯れてきました。メイドさんと、メイドさんと。なる、秋葉原聖地ですもんね。聖地です、はい。いろいろとね、あのパーツをね買ってきましてですね。何を買ってきました？パーツ、いろんなあのパソコンのパーツとかをね。あ、なるほど、うん、はいはい。ちょっとね、なぜか最近うちのパソコンが一気にクラッシュし始めてですね。あらね、あのどっかうちのスタッフに変な電磁波を持ってるやつがいるんじゃないかなと、はい、そいつがいじると絶対壊れるんですよ。もう今年に入って3台壊してますからね。それで USB が、あ、 USB データじゃなくて、あの SD カードが、はい、データが消えたりとか、あれなんか持ってるんですよ。それパソコンを変えた方がいいとか、そういうもんでは、いや、変え、大ではなくて、変えるっていうよりも中ですか、うん、内蔵ですか、うん、なんかね、もうあのハードディスクがいかれてきたりとか、ね、あと画面がつかなくなったりとか。まだ新しいやつなんですよ、それも。うん。ね。なんか、うん。だからなんかあいつ、なんか持ってるんですよ。何かが。変な磁場。磁場。うん。ね。はい。まあ、そんな、うん、そんなのどうでもいいんですけど、はいはい、あんな話、あいつの話はね。はい。まあ、今年、あ、今月、はい、ね、はい。なんか、この間ライブやったそうじゃないですか。大将にも来ていただいて。いや、行ってないです、行ってないです、行ってないです。大将のお友達ですかね。太田ちゃん。はい。太田さん。あの、ご僧侶がね、ご僧侶が。はい。はい、まあ、私、あのソロでも竹内智子としても、うん、まあ、歌は歌わせてもらってるんですけど、はいはいはい、シープスというユニットを組んでおりまして、はいはいはい、そのシープスのワンマンライブを。あ、そうだったんですね、あれ。赤坂フラットンカンティーナさんでやらせていただいて。あ、そうだったんですね、はい。あ、なんかね、聞いた話によると石井さんが来てくださって、うん、石井さんがね、はい、はい、豆太郎のお友達の石井さん、豆太郎さんのね、はいはい、あ、僕のね、友達のね、はい、石井さんがね、ございます、ありがとうございました、うん、いやね、本当にお疲れ様でした、はい。いかがでしたか、ね、なんでシープス2曲しかやんないの、ワンマンだったのに。あの、シープス2曲しかないんです。じゃあシープスワンマンじゃなくて、久保田由紀子と竹内智子のツーマンにすればいいじゃないですか。あ、そうですかね。それで、ただシープスって名前の方が結構表を歩いているので。表を歩いてる、いや、そうでもないと思いますよ。結構そうでもないですか。そうでもないと思いますよ、うん、やっぱりね、竹内智子ちゃんとソロコーナーがちゃんとありまして、ソロコーナーっていうのもそれがメインだったじゃないですか、あれ。で、シープスがコーナーみたいになってたよ、最後の取ってつけたような、あの、そうです、申し訳ない程度に。まあ2人揃ってシープス、すんません、2曲ね、いきなりシープス出てきたと思ったら、次で最後ですとか。ふざけんな、まだちょっと2曲ふざけんなないので、まあ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 ね、はい、はい、まあそんなあれですけども、はい、もう、ね、あの本当各地からいらしてくださった皆様が、うん、ね、はい、本当にね、バンドスタイルでやってまして、この場をお借りして、うん、本当にありがとうございました。なんか某会社の社長もいましたね、偉そうに後ろの方に ね、ふんぞり返って、いつもお世話にしてるね、はい、これは言っちゃいけないんですか。何が、他局だからやめてください。あ、ダメですか、わ、はい、かりました某番組 の、 あの社長さんも、ね、某番組、某局の、あ、某局、うん、まあいいや、その話は、はい、いらしてくださって、ね、うん、はい、ね、はい、ありがとうございました、はい、ね、お疲れ様でした。ありがとう、どうでした、バンドスタイルで。いや、楽しかったですね、やっぱり、うん、バンドはやっぱりその時に何かはやっぱり生だからね、あの、生だからいろんなのがこう発生しますけど、それはそれなりにまた楽しくて、はい、発生したんですね、いろいろと発生しましたね、はい、でもなんかそうですね、あのバンドの子たちがすごく今回頑張ってくださって、バンドの子たち、うん、もうみんな若いんで、うん、みんな20代なんで、でかくなったな小僧。そうなんですよ、はい、多分大変だったと思いますよ、あ、ね、バンドさんたちも、うん、まあ、一番大変だったと思うんで、まあでもね、はい、あれでしょ、あのなんだっけ、あのなんだっけ、あのシープスのなんかの曲は、あのテクノソングをバンドでやるという、
なんだっけ、オールドステップの方ですか。あ、オールドステップって言うんですか、うん、あれ、うん、最近全然聞いてないんでね。本当ですか。タイトルすらも忘れてますよ。一番盛り上がる曲です。あ、はいはいはい、みんなが総立ちで盛り上がってくださった曲、うん、総立ち俺もピンコ立ちしてましたよオールドステップっていう愛さえあれば変わるさっていう曲があるんですけど、うん、それも難しいんですけど、はいはいはい、一番最初に出したアイソーポスの心という曲が、はいはいはい、あれも生バンドでやったのも初めてですし、うん、あれも難しかったと思います。あれこそ難しかったんじゃないかなと思って。本当、ね、はい、無茶ぶりだよね。無茶ぶり、うん、かわいそうにバンド、ね、あ、もう本当もうバンドさんたちありがとうございました。本当、うん、まあ、感謝感謝です、ね、いや、はい、ね、ありがとうございました、うん、本当お疲れ様でした、はい、ね、はい、うん、そうそうそう、だからね、私もね、そんなこんなでね、ここ1ヶ月ぐらいね、ずっとパソコン直して歩いてるんですよ。パソコン直した1ヶ月ですかそう、もう楽しくなっちゃって、はいはいはい、まあ、前回も言ったじゃないですか、YouTube で、パソコンを直す動画をずっと見てるって、すごいですね。私機械音痴なので、うん、多分外したらもうそのまんまもうちゃんと終わっちゃうタイプなんですけど、うん、もしあれだったら直しますよ。すごいね、壊れてるの。機械好きの人はすごいですね。ぜひ、うん、壊れたらパソコンあったら僕に持ってきてください。本当ですか、うん、直しますから。あ、でも責任を持てないですよ。ね、責任を持てないですよ趣味ですからね。責任もどうなるか分からない、ね、うん、でも、ね、うん、ね、自分のところのパソコンも全部分解してますから俺今のところ分解して戻ればいいですけど ね分解しっぱなしだと大変ですけど。いや、まあ大丈夫ですよ、大体戻りますよ、はい、うん、今日こんな話をしてる場合じゃないですけど、ね、そうなんですよ、ね、そうなんです、そうなんです。素敵なお客様が今日はね、はい、もう癒し系、癒し系というんでしょうか、ゆるキャラ、ゆるキャラゆるキャラそれ失礼な話じゃないですか大丈夫ですか、これからまだ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 いらっしゃらないから、はい、ね、いらっしゃらない時にこう言いたいこと言っとこうと思って、はい、いや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 でもね、本当もうね、うん、いるだけで場がね和む。そうですね、うん、オーラがすごかったです、うん、はい、なんかマネージャーさんに言わせると、はい、大仏みたいだって言ってましたよ。ああ、大仏さん、なぜ大仏とおっしゃったんでしょうねいやでもね、もうでんと構えてるって感じなんでしょうね、きっとね、うん、ね、はい、でもだから想像してみてくださいよ、ライブの会場にピアノを弾きながら、大仏さんがピアノを弾きながらこうニコニコしながら座って、ね、なんかそれだけで安心しません。でもでしょ、安心感が、うんうん、ね、そんな大仏さん、大仏さんって言っちゃいけないですよ、はい、今日は武田はじむさんを、ね、はじむさん、はい、うん、ね、はい、来ていただきますので、来ていただきましたよ、ね、はい、その前にお耳汚しと言っちゃなんですが、汚しですかあ、そんなね、武田さんにですね、うん、ぜひ皆様質問とかメッセージとか、ね、はい、はい、いただきたいなと思います。こちらでございます。いろんなもう有名な方の、ね、サポートをやられたりとか、はい、ね、されてますんで、されてます。なんか裏話とか聞きたいですね。もういっぱい聞きたいですね、うん、ぜひ皆さん質問の方を、はいはい、千住アットマーク CAV.JP の方までお送りください。はい、よろしくお願いします、はい、さあ、それではね、一曲ちょっと聴いていただきましょうか。聴いていただきましょうよ、はい、ね、はい、この前まあ、生バンドでも演奏させてしてくださって歌わせていただきましたが、今日ちょっと東京地方は今雨がちょっと降ってきたということで、今日はですね、うん、この曲からスタートしたいと思います、うん、竹内智子でレイントレイン。
ってしまうかも。ニュースにならない、気づかないあいつ、きっと内智子でレイントレインお聞きいただきました。はい、ありがとうございます、ね、これもライブで歌ってましたけどね、ちょっとジャジーな大人っぽい感じで、うん、ね、はい、素敵な曲だと思います。うん、この間のライブの感想も来てますよ。お大将智子ママこんばんは、こんばんは、新潟より親父ライダーです。お親父ライダーさん、ありがとうございますなんで笑うの、ね、ありがとうございます、先日赤坂で行われたシープスワンマンライブ、気がついたら大将もしっかり会場に来られてたじゃないですか事前にあれだけ行かないと思いっきり言ってましたので、絶対にないと思ってました。大将のお顔を見てびっくりしました。大将はなんだかんだ言ってもトモコママには優しいですね、ヒューヒュー。ちなみに入場料はしっかり取られたんですか、ご招待だったんですか。それでは今日の放送も楽しみにしています、頑張ってください。しっかり取られましたよ本当にご招待させていただきました。いや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 、お世話になった方なのでいやこれからもお世話になるので、はい、いやだから僕は払うってたんですよは払う、まあ、そこはいいとして、いやでもね、それ はいや本当に僕 払ったんですよあれ、うん、飲食代飲食代ね、うん、なんかちょっと高かったですか、うん、まあまあそれは冗談だけど、でもね、うん、いやいやだから僕は文句言いたいから、はい、文句言いたい、文句言いたい、はい、やっぱり客として文句言いたいじゃないですかお金払ってればさ、だけ どあれ多分そういう狙いだったんだよね、俺に文句言わせないために。わかります、うんあ、嫌なんだ俺招待とかさ嫌いなんだよ俺。ただほらうん、ラジオのリスナーさんが結構お客様として多かったんですけど、ね、なんか石井さんに会えてやっぱり良かった、嬉しかったみたいですよ。だって本当に来ないと、だってともこママがなんか私もう、はい、もうなんかダメだわ、北千住行かないとか言って、あそうよかったはい、ありがとうございます、まあうん、ね本当に、はい、ね親父ライダーさんもぜひまたね、うん、お会いできること、楽しんでいただけたでしょうか、ね、お会いできる日を楽しみにしてます。親父ライダー楽しんでたでしょ、親父ライダーさん一番最前列で、ね、一番楽しんでると思うよ、あの一番王をやってくれましたけど、うんはいね、ぜひまたどっかでお会いするできることを楽しみにしておりますんで、はい、よろしくお願いします、はい、さあそんな感じでお待たせいたしました。皆さんお待たせいたしました、お越しいただきましょう。早速ですけれども本日のお客様をご紹介したいと思います。武田はじむさんでございます。どうもーすよー、あーいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お邪魔いたしました。本日のお客様武田はじむさんでございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、素晴らしいオーラが違いますね、癒しのオーラです、癒しのオーラが、まあ、ちょっと簡単にあのプロフィールなんかを、はいはい、ご紹介したいと思いますが、武田はじむさん、はい、1956年に大阪府で生まれる、はい、大阪の方なんですね。ほんまはコテコテの大阪です。おー出ましたほんまは川島さんなんですけど、はいはい、血液型大型、はい、おおらかな感じでよろしいでございます6歳からピアノを始めて10歳でギターを始める、はい、ベンチャーズとビートルズの影響を受けてこの世界に入ったんですね。まあ簡単に言うとそうなりますね、うんはい、何がきっかけでこのなんだろう音楽のこの世界に入ろうっていうきっかけっていうのもありました。入るきっかけはやっぱりその軽音楽部とかフォークソングとか、はいはいうん、小学校6年生の時にバンドの真似事を同級生でやった時に、
あの友達の家で真似事やってたら、なぜか真面目に言ってたわけじゃないけど、将来何やりたいってみんな言うわけです。そういう話になりますよね、でね、僕だけでしたね。できれば音楽をずっとやりたいっていう。はあ。でそのまま厚かましくやり続けて厚かましくじゃないですよ、はい、はい、何年になりますか。デビューがいわゆる正式デビューは20歳なんですね、1977年ということで、はい、はい、これバンドでデビューっていうことなんですね。そうなんですよ。エアーズという東芝 EMI ちゃんとメジャーからね、すごいデビューしてるんです、うん、売れなかったんですけどねいやいやいやよくある話でも、その東芝 EMI のエキスプレスレーベルと、うん、当時で言うと、はい、だから、チューリップさん、カイ、うん、バンドさんがもうブレイクしていて、うん、はい、あのオフコースはまだお二人の時代、はい、ブレイク大ブレイク前みたいなところに新人バンド、期待の新人バンドエアーズ、はい、で、はい、LP1 枚とシングル4枚ぐらいで終わってしまったという、はい、でもその後はあれですね、もうかなりな方たちとの、はい、何ですか、サポート、はい、レコーディング、はい、そして、ライブとサポートで、はい、これすごいんですけど、はい、83年にその海バンドの熱さサポート、はい、レコーディングビデオ等に参加されてから、はいはい、とにかくすごくてですね、たくさんいすぎて全部これ言ったら大変かしら87年から88年はその甲斐義弘さんのソロツアーをサポート、はい、そしてその後吉田拓郎さんのツアーにも参加、はい、でアルバムとかレコーディングにも参加、はい、そして、その後ですね、こっち行きましょうそっち行きましょうかなりすごいんです、はい、加藤和彦さん、はい、そのエアーズの時代に事務所が同じだったので、はい、加藤和彦さん、はい、ああそうなんですね、はい、それで、はい、加藤和彦さんが、かのご存知の方なら有名なサディスティックミカバンドというのがあったんですが、うん、このバンドが解散されて、加藤和彦が改めてソロとしてアルバムを出された、はい、それのツアー、東名阪だけ、あ、東名阪と博多があったかな、うんうんうん、それのバックバンドをエアーズでやらせていただいた。エアーズでやられたんですね、はい、非常に光栄でした。それはすごいですね、はい、それが何年になるんですか。それもだからもう僕が21、2の頃の話なので、もう軽く40年前すごい経験ですね。でも、はい、その後すごいです。尾崎亜美さん、はい、福島久美子、久美子さん、高橋健さん、そして海バンド甲斐義弘さん、はい、山本達彦さん、ジョニー大倉さん、はい、田中一郎さん、はい、陣内孝則さん、馬場博文さん、はい、吉田拓郎さん、竹本孝之さん、中村恵美さん、はい、そして財津和夫さん、長渕剛さん、はい、これ全部言いますか全部言わないといろいろ角が立つんですよ。安部三俊さん、はい、山崎箱さん、はい、篠原美也子さん、はい、岩沢さつやさんって呼ぶんです。さつやさん、さつやさん、はい、これブレッド&バターの方、お兄さんですね、はい、お兄さんの方、はい、はい、そして、宮手、うん、これ宮手武雄、武雄さん、でもテミアンというアーティスト名で通ってますね。湘南の方ならよくご存知だと。テミアンさん、はい、はい、そして白井貴子さん、はい、リーチェっていうのはリーチェさん、韓国の女性アーティストですね、うん、はいはい、はい、はい、これ94年からコラボレーションでやられて、はい、今でもまだやられてる感じ、はいはい、そしてまあ先ほどもおっしゃっておりましたが、はい、南吉高さん、はい、うん、はい、ABC ジャンティン、もうその辺でいいんじゃないですか。そうですかもうかあでも、まあ、そうですね、ちょこの辺言わないと失礼な。松尾さんですね、はい、松尾和彦さん、はい、あの元オフコースの松尾さん、うん、はいはい、まあ、山本幸太郎さんとか、うん、あと東条英機さん、東儀東儀秀樹さん、はい、そして山本樹東条英機は違う、東条英機って誰でしたっけ。なんかそれはあの東京裁判の、うん、いろいろ、はい、そこを掘らなくてもいいじゃない。そうですね、わかりました、はい、あと山本純子さんとか、これは元ハイファイセットの方ですよね、はい、赤い鳥からハイファイセット、うん、はい、そして山本純子さんとしてのソロ で活動されて、はい、全て、バックバンドサポートでイルカさん、イルカさんね、まあ、この名前を聞いただけでもすごいなという。そうね、だってもうそうそうたるメンバーですね、ね、一時代を築いた方がもうそこにグワッといるわけですから、はい、すごいです ね、 ね、今も現役でもやってらっしゃるんですね。え、ほとんどそうですね、ありがたいとしか言いようがないんですけど、ね、はい、でもやっぱりそうやっていろいろそういうふうに
この20年以上、40年ですよね。ですね、うん、はい、そういう第一線で現場でずっとやられてるっていうのはやっぱね、すごいですね、はい、たくさん聞きたいんですけれども、はい、うん、まあその中で、はい、すごくすごく心に残ってる、例えば、はい、ステージだったりとか、あ、はいはい、あと人だったりとか、うん、場面だったりとかってあります？没個性なんとか、自分の個性は何なんだろうっていうことになるんです、うんうん、サポートをやってると、うん、なるほど、うん、だけれども、で自分は何なんだろうなっていう迷ってる時に、うん、うん、レコーディングでね、はいはい、自分はこの曲だとこういう風にやった方がいいかなって自分のイメージでまずやる、うん、それを、うん、君そのままそれをやってくださいって言われたことがあって、うん、うん、それでいいよって、ほう、もうすごい嬉しかったです。それちなみにどなたですか？吉田拓郎さんです。うわ、うん、武田、うん、そのままそれをやっててください。はい、わかりました。わあ、拓郎さん。すごいですね。これは嬉しかった。吉田拓郎さんにそんなことを言われるなんて。きっと今そういうお話しても、うん、え、ノード言ったっけって言われるかもしれません。いや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 、はい、すごいですね。素晴らしい。それレコーディングの時なんですね。そうなんですね。なるほど、はい。あとはあります？ライブの時とか。失礼しました。ライブとかあります、ね、うん、最初に、はい、メジャーな大きな有名なアーティストさんのサポートをさせていただいたというのが、はい、やっぱりカイバンドさんだったので、カイバンドさん、はい、僕が26歳の時ですけど、カイバンド、最初からのカイバンドの解散される最後の4年間のサポートメンバーだったんです、はいはいはい、でそのだから26歳の時に初めて入った年に、今じゃあもう東京ズデーンと建物が建っちゃってる東京都庁、はい、あそこがまだ建設予定地とされて、はい、空き地だったんです、うん、大きな、へー、その空き地を野外コンサートの会場にして、あそこが野外の会場だったんですね。そうなんです。ステージ組んで、はい、カイバンドさんでのビッグギグというタイトルで今でも DVD とかになって残ってますけど、うんうん、それが僕がだからわけわからずに入った仕事の中で、で中には最後の方になるとピアノのバラードでイントロは一人だけで始まる曲とかあるんですよ。2万人以上とかいるところで、3万人かな、うん、うわすごい。で若いから怖いもの知らずだったんだと今思うんです。今から思えば、うん、今思うとゾッとするんですけどその時は気持ちいいと思って、気持ちいいだったんですね。うわかっこいい、うん、それもすごいやっぱり印象に震えませんでした？震えないんですよ、だから怖いもの知らずだから。すごいですね、今の方が震えるかもしれないその場にもしいたら、そう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 、2万人、うう3万人のところで演奏するってどんな感じなんでしょう ね。ありがたい経験です、うん、すごい経験なさってる、うん、じゃあそんな、ね、はい、武田さんの曲をちょっとここら辺でまず1曲そうですね、うん、はい、させていただきたいと思いますが、森歌というねアルバムがあるんですけれども、うん、はい、今森歌1、2とあるんですけれども、はい、うん、これ僕が大人の子守歌っていうテーマで、うん、はい、大人の子守歌というテーマでですね、ピアノだけで静かに夜寝つきが悪い時に聴いていただくといいですよみたいな気持ちで作らせていただいたピアノソロアルバムが2枚あります、はい、その中のじゃあ今ドカーンとか3万人とか言ってる世界と全然違うじゃないかっていう雰囲気なんですけど、はい、はい、その中の森歌2の方からですね、という CD から1曲目に入っています、はい、もう皆さんよくご存知の曲です。はい、この道お聴きください。
今お聞きいただいておりますのは、森歌2から、この道、うんね、お聞きいただいております。とても素敵な、どうですか皆様、心が綺麗になるじゃございませんか、ね、どうでしょう、汚れたトモコママの、ね、いろんなところも、私いろんなところが綺麗になる気がします、ねはい、浄化されるよ、浄化されますね、まあ、そう曲がすごいんですやっぱりね、いやでもね、まあ、ね曲もそうだけど、やっぱりそうさせますね、うん、そう、あのやっぱねピアノってなんかその人の性格がすごくわかりますよね、出ると思います。うん、本当に、いやいやいや本当に本当に僕もあのいろんなあのピアノを弾かれる方とお仕事させていただいたりとかして、はい、でやっぱりその人その人のあのピアノの音色っていう同じ曲弾いても全く違うんですよね。違いますね。うん、であのねあの武田さんのピアノはね本当になんかこう、はい、穏やかに、穏やか、うん、穏やかっていう言葉が合うかもしれないです ね、うん、ね、穏やかな感じがします。これ一曲聴いたら本当にね、はい、本当に、ま、綺麗になりますよ。そうですね、うん、僕も今日ずっと聞いてきたからもう本当に今綺麗ですもん、はい、そうですかそうでもないか俺は掃除機か掃除機あ、なんかちょっといろいろと出てツッコミ、ツッコミ、ツッコミが、ね、いやいや本当、はい、でもねぜひ皆さんこれね、そうですね、聞いていただいて、はい、うん、いかがでしょうね、ホームページでもお買い求めいただけますので、ねはい、ぜひぜひ、後でホームページのお話もさせていただきます、ね、そうです、今会場にいらっしゃる方はもうすぐ買えますから、はい、もしあれば手伸ばしていただいて、たくさん持ってきてるので皆さん売るほど持ってきてますから、はい、はい、ということでね、じゃあこの 武田さんのねこのピアノソロアルバムなんですけど、今2の方を聞いていただきましたけど、うんはいはい、まあ1もあるんですが、うん、まあ2があるってことは1があるんだよね、一番最初このソロ、うん、ピアノのソロアルバム、はい、森歌として、うん、その昔から皆さんがこう知っている曲をピアノでやろうっていうのはどういうあれでコンセプトで一番最初、はい、はい、話せば長いんで、あ、長いですか、なるべく短くします全然いいですよ、ごゆっくり、はい、時間の範囲内であ、そうですか、はい、はい、きっかけはもう一昨年になるんですけど、一昨年、はい、はい、やっぱり僕がサポートで、手伝わせていただいているある方のライブの、はい、をやるときにですね、会津、福島県の会津地方、はい、会津若松でのライブがあってですね、はい、そしたら会津若松のお客さんからどうも工場の月っていう曲があるでしょ、はいはい、滝蓮太郎さんの、うん、工場の月という曲がすごく大事にされてる会津の方々、うん、ちょっと白虎隊のストーリーと、うん、だから会津若松のお城と、うん、ダブらせて大事にされてるっていうことを僕も初めて知って、うん、それでその僕はサポートですから、うん、メインのアーティストさんにワンコーラスだけでもいいから楽器でもいいし歌っていただいてもいいからお願いできないですかっていう依頼がありました、うんうんうん、急に言われても器用じゃないんで無理かもしれない、うんうん、もしピアノの武田ができるんだったら、うん、武田にやってもらえばって話になってですねじゃあはいっつって、あ、じゃあはいだったんですね、はい、とか思いましたけど、やりまして、はいはい、そしたらものすごい喜んでいただいて、あ、うん、でそれで次またちょっとソロアルバム作りたいけど、きっかけないと思ってたんで、それきっかけでいただこうということで、だから最初に工場の月ありきだったんですけど、そうだったんですね、はい、でも他をだから同様というか、はいはい、もっと親しみのある曲をちょっと探してまとめてみようってことにして、はい、これでも結構曲選ぶの難しくなかった、難しいですね、たくさんありすぎるから逆に、そうなんです、うん、そうなんです、はい、そうなんですけどね、ですね、これパート1の方を今お話ししてるんですけど、うん、工場の月が入ってるのがこのね、うん、一番最初の森歌、他にどんな曲が入ってるんですか、他にですね、うん、赤とんぼ、おお、いいね、ふるさと、いいね、もみじ、もみじ、はい、でね、次がね、はい、無理歌っていうタイトルなんですけど、これだけ僕のオリジナル曲なんです、あ、を入れたんですね、はい、入れたんです、そして蘇州夜曲、月の砂漠、うん、おぼろ月よ、おぼろ月よ、あ、いいね、なんかこの秋なんですね、うん、あ、はい、秋のね、紅葉がね、はい、いいですね、はい、というのはパート1ですね、パート1でございます、はい、はい、そして先ほど聞いていただいたね、今年7月に同じコンセプトの延長線上っていう考えで、はい、やっぱりまだちょっと入れたい曲があったもんですから、はいはい、うん、
あので1曲目が今聴いていただいたこの道、はい、っていうことですね。なんとそのこの道ということで、このジャケット、うん、これもね、この道っていうタイトルを意識して写真を探しました、はい、ああなるほど。そしてこうなったよ、はいはい、素敵なね、ね、ジャケ写ですね。気に入ってるんです僕、はいはい、それ以外にですね、うん、浜辺の歌、うん、ティンサグヌ花、はい、これ沖縄の、うん、沖縄、はい、ティンサグヌ、はい、ムーンライト、これまた僕の一曲だけ、うん、素敵ですね、はい、武田の子守歌、これ決してダジャレじゃなかった。 あ、そうですね、はい、あ、ダジャレじゃなかったんですね。いいの入れました。これはちゃんとあの、うん、そうだったんですね、あれです、赤い鳥さんの、はい、もう有名な、はい、曲でございます、はい、そして夢で会いましょう、うん、モーツァルトの子守歌、あ、はい、雨降り大月さん、ね、そうなんです。まだまだたくさんありますね。これパート3とか出そうですね。いや出ないですか。一旦2でいいだろうと今思ってるところなんですけど、それを先に言ったら出しにくくなるじゃないですか。ファンとしてはなんか次も次もって聞きたくなるんじゃないですか、きっと。まあまあまあ、でもこれ続けて聞いていただくと、はい、続けて聞いていただくと16曲ありますから、うんうん、一旦十分じゃないかと思って勝手に思ってるんですね、今のところ。なるほど、はいはい、ね、そう、うん、次企てているのは、うん、あの思い切ってですね、はい、全曲自分の曲という、ことをなんとか目指したい。ぜひお願いします。まあ大人の事情、諸事情もろもろあり、はい、そうそう簡単に次々作れるものでもないぞというところと今現実戦っているというところでございますが、はい、ね、まあ、近々というかいつか、うん、はい、はい、いつかっていうとちょっといつやねんってなるんで、そうだね、近々、あの限りなく近々、限りなく近々、はい、令和中には。令和中すごいね、それね、はい、その表現すごい、はい、僕が生きてるうちには違うすいません、はい、いや、ぜひね、本当ね、まずはそ、まあ、そのね、はい、聞いていただいて、そうですね、ね、はい、ね、まあオリジナルアルバムを待ちましょうよ、はい、ね、うん、さあ、じゃあちょっともう一曲、うん、先ほど出た、ね、工場の月のお話もしていただいたので、うん、ちょっとその曲を聞いていただきたいななと思いますが、うん、いかがでしょうか。はい、はい、武田はじむさんで、森歌2から、うん、あ、ごめんなさい、森歌1から、工場の月、うん、お聞きください。
失礼しました。失礼しました。はい、お聞きいただいておりますのは、はい、森歌から工場の月、武田はじむさんでございます。はい、ね、工場の月。はい。僕ね、今思い出した。はい。多分子供の時に、一番最初に聞いた時に、はい、なんて切ない曲なんだろうって、もうなんかね、泣いた記憶がある、俺、これ、怖くて。工場の月だった。子供の時。怖かった。うん、学校かなんかで聞いたかなんかで、はい、あった、はいはい、滝蓮太郎さんの、その時に聞いて、切なくて、逆にほら、切ないっていう言葉は子供わかんないから、はい、それが怖いって感じたんだろうな。それを今思い出した。なるほど。こんな悲しい曲があるんだ。時代があったんですね。そうですね。そう、これだから4回繰り返していくうちに、うん、どんどん切なくなって終わるように弾いてるもんですから。ね、ああ、なるほどね。最後に号泣だね。号泣。うん、だから本当ね、ぜひこれあの CD 買っていただいて、はい、ね、最後まで聴いてみんな泣きましょうよ、はい、これで。はい、みんなで泣きましょうか。ね、もう泣く会っていうのやったらどうかな。どうですか？あの武田さんのね、あ、ピアノを聴いて、うん、ピアノを聴いてでもいいし、みんなで CD を聴いて、みんなで泣きましょうか。それとかね、はい、あの泣くもあれですけど、そのこと実現してないんですけど、例え話としては、例えばこんなのどうですかねってあの言う人もいるんですよ、はい、いかに気持ちよく寝てもらえるかっていうライブどうですか、ね、でもそれってすごくいいかもしれない。今の時代って結構寝れなかった、うん、寝れない方とか多いじゃないですか、うん、だからどうぞ皆さんお休みくださいっつって、うん、でピアノ弾いて寝てくれたらすごいよね。いいです ね、 すですね。なんかお寺かなんかで、お寺かなんかでピアノ持ち込んで、みんなほらあのなんていうの、宿坊って今流行ってるじゃないですか。お寺に泊まるっていう、はい、うん、その中の一環として弾いてもらってみんなで寝る。いいですね、なんかね、うん、もうなんかいいじゃん、大仏様がピアノを弾いてる。大仏様テーマちょっと置いといて。大仏様。でもなんかね、世の中のなんかこう、うん、邪気とかが全部取れそうな気がします、うん、ね。ぜひぜひぜひ皆さんね、はい、CD ご購入いただいて、森歌、そして森歌2ということで、ありがとうございます、はい、今日はその中から1曲ずつ聴いていただきました、ね、はい、まだまだ、ありがとうございます、はい、素晴らしい、本当1枚聴いたら本当 ね眠れる、はい、なんか仕事中とかさっきね武田さんもおっしゃってましたけどね、運転中運転して聞かないように寝ちゃうもん、本当に、ね、うん、これ購入はどうすればよろしいんでしょうね、はい、まず、私のホームページのショップというところがありますので、うん、はい、そのホームページ、ここであのアドレスどうのこうのとか URL どうのこうのって口で言っても、あれですので、武田はじむというのが筑田玄と書きます、はい、漢字で。筑田玄。余計わかんないわ。余計わかんない。竹、あの、だから、あの、竹内の竹じゃない方で、ね。武士の武じゃなくて、じゃない、バンブーの方ですね。竹の方ですね。竹の田んぼの、で、元旦の元、元気の元、うん、一文字。うん、はい。武田はじむって検索入れてもらえれば、はい、オフィシャルホームページが す、ね、すぐに探っていただけますので、はい、そこに入っていただくと、はい、ショップというのがあります、うん、そこで、ダウンロードの MP3 か、CD の実物で購入いただくか、うん、これ実物買った方がいいんじゃないか、これ素晴らしい、ね、写真がすごいもん、すごいです ね、それによってあのちゃんとあの心を込めた発想をさせていただいておりますので、はい、素晴らしい、はい、ですね、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひとも皆さん購入お願いいたします。ね、お願いします。はい、さあ、そしてね、なんと、ね、はじむさんはですね、うん、まあ、あの谷田食堂っていうのは、はいはいはい、ほとんどの方、谷田ね、はいはい、谷田皆さん、うん、あのご存知だと思うんですけれども、はい、なんとそこの、はい、そこに行けば買えるっていう噂を聞いたんだけど、それ私もさっきその噂を聞いたんですけど、買えるみたいですよ、今買えるですよ、うん、何なんでしょう、すごいでしょ。鶏の唐揚げがジャケット写真になってる CD なんてね、すごいです、まずないと思うんですよ。いや、びっくりしました、それ、ね、おうちご飯というタイトルになってますが、ね、これは東京の丸の内で、はい、もともとは谷田さんの社員食堂で有名になったレシピを一般の方にも食べていただこうということで、はい、谷田食堂というのが丸の内にオープンしました、ね、うん、でその時にあのそのお店オリジナルの BGM を流したいという、うん、それで、取り下ろし書き下ろしで、うん、新曲でオリジナル曲で BGM を作ろうというお話が持ち上がって、回り回って僕がそれを作らせていただくということに
運びになりまして、この中には歌は入ってないです。でもピアノだけではなくバンド編成であって、曲によっては私ギターも弾いてたりするんですが、あの13曲、はい、たっぷり1時間分、はい、入ってます。すごいですね、はい、それでなおかつこの鶏の唐揚げをはじめとしてこう何ページかあるんです、このブックレットと呼ばれる部分もね、はい、普通曲の解説文とか、はい、歌が入っていれば歌詞とか入ってます。そうですね、解説何もないんですもちろん歌がないんで歌詞もないです、はいはい、お料理がずっと載ってる評判になった、うん、タニタのレシピ本っていうのが、はい、ボリューム1から4まで、うん、1から4まで、はい、すごく売れたらしいんです、その中に入っていない、あ、未発表であった9品目が付録でレシピでついている、これはそういう CD なんです。これ素晴らしくないですか。なのに1800円というこの、はい、その、ね、レシピだけでもちょっと知りたいぐらいな気持ちでしょ。だから買うんでしょそれを。すごいです。そうなんです。そういう CD で。お得ですね。お得です。はい、こちらはですね、はい、僕のホームページの扱いではなくて、はい、おうちご飯とかタニタ食堂の音楽とか、検索入れていただくと、Amazon とか、そういうところで今でも。求めていただくことはできます。はい、はい、あれ谷田食堂でも買えるんじゃないんですか。買えるはずです。確か食券を買うところの隣に、あの食券の自販機にですね僕オープン当時は、はい、自販機のボタンに CD っていうのがあったんですちょっと最近僕チェックに行ってないんで、あ、現状どうかはちょっと自信がないんで、じゃあぜひあの大手町、丸の内、丸の内、丸の内の近くにね、チェックしに行っていただいて、行った方はぜひチェックしていただいて、はい、CD、ポチッと、ポチッと押していただければと思いますので、はいはい、ね。じゃあ今日ちょっとその、はい、ね、おうちご飯の中から一曲聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、どの曲にしましょうか。これはね、はい、一番この中では、僕が作って出来上がった時に、あ、いいのこれ、このこんな感じの曲入れちゃっていいの？ほう、いいんじゃないですかって言われて、じゃあ入れてくださいよ、僕は気に入ってるんで、一番ファンキーで元気な、ファンキー、これは僕のソロライブでも、はい、ピアノ一本でやってる曲なんですけど、はい、リズム遊び入れたりしてやらせてもらってる、はい、ソロライブでね、うんうん、それのバンドバージョンで入ってる曲をお聴きいただきます。スパイスオブハートという曲です。どうぞ。いただいておりますのは、武田はじむさんの、おうちご飯の中から、はい、スパイスオブハート、スパイシーオブハートじゃないですか。スパイシーオブハートスパイスオブハート、スパイスオブハート、失礼しました聞
聞いていただいております。はい、そうですね。だからあの心に胡椒を振ってくださいって。ああ、なるほどね。ピリッと、はい、ちょっとピリッとね。ちょっとじゃ、初ね。初、あ、なるほどね。あ、初。初なんかちょっとジャズテイストの感じで ね、おしゃれな料理がなんか作れそうな気がしますね。はい。いいじゃないですか。ともこまんはあれじゃないですか。お料理大好きだから、はい、聞きながら作ったらどうですか。うん、ね。ちょっと頑張ります。はい。はい、あの子供たち5人いるから、ほら。子供たち？ 5人の子供のためにね。私5人になったんですか、子供。どんどん増えますね。おお。いやだって、あれこれまで9人とかいました。でもなんか2人はなんかあのどっかに流したとか。そうなんですね。いや、何もないですか。あの、そう。空想の世界ですね。ほっぽっといて大丈夫です。はい。はい。さあ。はい、はい、まあそんなあれですけども、はい、今後のご予定なんかは、ね、はい、たくさんあのサポートでもいろいろ回られてますでしょうけど、はい、ちょっとここでありがとうございます、はい、聞きましょうか。多分言い切れないくらいあるんでしょうかね。たくさんあるんですけど、はい、いや実はそうやって言ってる割にはもう今年もソロのライブという、うん、ピアノとおしゃべりだけっていうのもやったんですけど、あ、はい、もう年内は全部予定が終了してました。あら、武田はじむの、はい、あのおしゃべりとピアノのソロライブというのは年内もうないんですけど、うん、あ、残念な、あのそれ以外に、はい、もういわゆる40年や続けている、いわゆるいろんな方のサポートで、演奏するというスケジュールはまだありまして、はい、もう一番近いところではですね、はい、もう今日が25ですよね、あさってです、あさって、あさってなんとですね、27日です、はい、27日にですね、はい、東京国際フォーラム A、うん、これはなんとですね、黒柳徹子さんの徹子の部屋に、うん、徹子の部屋の番組に、呼ばれたミュージシャンのアーティストの方々、音楽アーティストの方々を一堂に会して、いわゆるジョイントスペシャルコンサートいうのが企画されてました。すごいんだよねあれね。それで、うん、南こうせつさんであったり、うん、杉良太郎さんであったりです。杉良太郎さん、うん、で、僕はその南義孝さんと杉山清隆さん、うん、この二人がですね、何回かコラボで二人でアルバム出されてるんです、うん、南さんが曲を作り、詩を杉山さんが作ったりとか、そういうことをやりながらのアルバムが存在するんですけど、うん、でそれでお二人で徹子の部屋出られたことがある、うんうん、でそれで、今回もメンバーに入っていらっしゃって、そこの後ろで僕はピアノを手伝うということになっているのが27と、それが同じものを12月の1日大阪フェスティバルホール、これも出させていただきます、はい、こんなゆっくり喋ってたら時間なくなるぞ。大丈夫ですよ。だから前後しますけれども、はい、11月の30日、これは、高橋健さん、うん、っていうだけだと誰だそれ、うん、っていう方が多いと思います。いや、うん、一番、ご理解いただくとしたら、中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルっていう曲が、うん、有名な曲があるんですが、この曲をはじめ中村あゆみさんのデビュー当時何枚分かは全部この高橋健さんのプロデュースであり作詞作曲の作品なんですね。それからそれ以外でもいろんなアーティストのやっぱりプロデュースを延々とやられてきて、当日その高橋健さんデビュー40周年ライブというのが渋谷でございます。スターラウンジというところで11月30日ライブがあります。4人編成のバンドでやります。その中のキーボードとして僕は登場します、ゲストに小山拓司さんとかですね、それから加藤泉さん、はい、ご存知の方はご存知だと思います、うん、とかがゲストに混じりながら、高橋健さんも本人が作った本人が歌う翼の折れたエンジェルとかです。おお、それもこれなかなか渋いです、ね、渋いですよね。渋いですね、はい、うん、というのが、11月の30日ですね。はい、でちょっと飛んで12月の16日、はいはい、またこれも渋谷なんですけど、うん、元オフコースのドラムの大間次郎さん、ベースの清水仁さん、からギターの松尾和彦さん、このお三方でもう20年になるんですが、 ABC というアコースティックユニットをやられています。このユニットのレギュラーサポートも僕はやらせていただいてました、うん、
12月16日にはやっぱり渋谷で、今ちょっとねやばいちゃんと調べてこなかった、うん、あの僕のホームページに出てます。はい、武田はじむさんでね、はい、検索してもらえれば、はい、でついでに CD もポチッと、そうそう、そうです、ね、素晴らしい、ありがたいお言葉、はい、はい、ね、はい、ね、ということで年内いろいろまだ、うん、ね、まだまだ、ね、はい、ね、年内いっぱいお忙しい、すいません、本当ありがとうございます、お忙しい、いえ、とんでもないです、とんでもないです、こんな東京の偏僻なところまで来ていただいてですね、東京のあの外れの方まで来ていただいてね、本当ありがとうございます、はい、ね、じゃあ来年あたりはまたそのソロの、はい、あの、はい、ピアノと語りのライブは、ま、何月何日ってフィックスできてないもん、はいはい、あのここでお話しするわけにもいかない状態ではございます、うん、はい、来年もやるんですね、まあ、やります、じゃあやる頃になったらまたお越しいただ、ね、また来ていただき、楽しみに来ます、お待ちしております、来てくれるかな、いいと思う、今ね若い人これ知らないんだよ、知らないよね、本当、今の高校生とか知らないよ、そりゃそうだ、もう、ね、世の中令和ですからね、もう平成じゃないと分かんないです、ね、わお怖いですね、友達の輪なんて分かんないんだから、ね、友達も、はい、まあ、はい、はい、はい、ということで本日はね、はい、あの武田はじむさんに来ていただきましたけれども、うん、まだまだなんか聞き足りないことたくさん ね、 ね、本当もっとね聞きたいこといっぱいあったんだけど ね、はい、ね、うん、なんかね、はい、またぜひチャットの方もいっぱい来てますよ、親父ライダーさんとかシュウさんとか、はい、あ、チャットに来てる、これそうだったんだ、サディスティックミカバンド、うん、懐かしいとかね、ああ、はい、ね、はい、ありがとうございます、親父ライダーさん、そうだからね、サディスティックミカバンド、うん、僕も聞いてたんです、うん、黒船っていうねすごいアルバムがありまして、ね、はい、その中の曲とかを聞いてたんです、うん、でキーボードのフレーズとかを聞いてたんです、はい、それをほんの 1,2 年後にご本人の後ろでその聞いてたイントロを僕が弾いていいんですかっていう、そういう経験、その感覚ってどんな感覚なんでしょうね、いや、うん、すごいですね、なんとも言い難いけど、ね、ありがたい経験でした、はい、ね、でございます、まあ、現実に自分がテレビとかで見て、テレビとか見てたりとか、あとなんかこう本を読んでたりとか、はい、なんかそういう人が目の前にいるともう何が何だか分かんないよね、分かんないですね、なんか現実なのかどうなのかって思っちゃうぐらい、うん、ね、そう、はい、そんなか、そして早40年でございます、ね、素晴らしいです、ありがとうございます。第一線でね、まだまだ活躍中でございますが、まだまだぜひぜひ活躍していただきつつ、はい、ね、ね、ありがとうございます。ぜひまた、こちらこそありがとうございました。ね、どうでしたこの番組？いや、あのどのぐらいどう砕けていいんだろうっていう探りはありましたが、はい、ゆったりんこしててすいません。いえいえ、ね、とんでもないです。はい、楽しませていただきました。遊びに来ていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、また、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあね、ここで、うん、あの、ともこママの今後の予定は？ですね、そうですね、来年の2月1日なんですっごい遠いんですけど、2月の話はええよそれこそホームページで見ろやホームページにも載ってます、はい、あの80年代のアイドル、はいはいはい、はい、わかりました、わかりました、生バンドでするという、ね、いつものやつでしょ、はい、はい、2月ね、はい、はい、2月1日でございます、はい、あの竹内智子のホームページをチェックしてください、よろしくお願いいたします、ね、そうですよ、はい、でも智子も12月1日をねスケジュール開けといてくれるって言ってて、はい、なんと、うん、音八千里ちゃんの、はい、なんか今日カミカミじゃないですか、大丈夫ですか、千里が言いづらくて音八千里音八千里ちゃんの、うん、ワンマンライブ、ね、これ12月の1日なんですけれども、下北沢の音倉さん、音倉さん、はい、やられるということで、今日はその音八千里ちゃんの曲を最後に聴いていただきたいと思うんですけど、ねうん、何の曲を、ベースボール大好き、今かかってますね、これを聴きながらお別れですよ、あ、そうですね、うん、ベースボール大好きを聴きながらのお別れになりますが、はい、ね、はい、さあ、そして来月はもう12月ですね、今年終わりだそうです、そうです、12月の、23日ですか、そうです、ね、これクリスマスイブの前の日じゃないですか、そうですよ、イブイブですね、ね、あの上皇様のお誕生日上皇様上皇様の上皇様のお誕生日全、ね、天皇、ね、でそうですね、うん、祭日ってことですよね、祭日じゃないですよ、もう今年、あ、祭日じゃなくなったんですね、なくなった、あ、そうでしたね、まだその辺把握してないですね、うん、あと気をつけないといけないのは、はい、あれですよ、お正月はあのファミリーレストランとかも休みですからね、え、今年はもう大晦日の夜夕方ぐらいから、はい、次の日の昼過ぎぐらいまで休みですからね、はい、ファミレス、ガストお休みですよ、ロイホもお休みですよ、ガストそうなの、うん、気をつけてほしいですよ、ガストはお休みですスカイラググループはね、はい、お休みらしい、ね、お休み、はい、一部の店舗はやるけどやってるんですね、うん、はい、気をつけてもいいですよ、なってきましたが、はい、まあ、働き方改革ですよだから、はい、12月の23日うちらも休みましょう
23日ですか。あ、うん、どうします、私たちいないのに来てくれますよ。あ、じゃあ勝手に喋ってもらえ。いや やりましょうよ、今年最後なんですから忘年会を兼ねてちょっとね、忘年会を兼ねて盛り上がりましょうよ。はい、はい、皆さん来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、はい、さあ、今日は武田はじむさん、はい、ゲストにお越しいただきましたけれども、ありがとうございました。もう一回ありがとうございました。ホームページあの検索の仕方、あ、そうですね、武田はじむ、竹林の竹ですね、うん、田んぼの田、そして、元気の元、元気の元、はい、うん、武田はじむで、検索してみてください、はい、ぜひ CD ね、ポチッとオフィシャルホームページが、はい、すぐ見つかると思います、はい、よろしくお願いします。ライブもね、お願いいたします。来年のライブもチェックしていただいて、はい、あとどんなところにね、あの参加されてるかっていうのもね、すごいですよ、うん、もう今日言い切れなかったですもん。え、言い切れなかったですもん、ね、でもね、すごすぎて、うん、こんなすごい人が、お名前、お名前だけね、最初全部わーって言いましたけど、うん、まだまだこんなすごい人が、はい、伊沢に出てくれるっていうことがいいんでしょうかね。いやいや、そんなとんでもございません。ちょっと夢みたいですけど、ね、最近もう本当に伊沢前もね、おかげさまで、はい、皆さんのおかげで、はい、ね、素晴らしいゲストが、ありがとうございました。もうとんでもないですね、本当に。これに懲りずにまたぜひ、はい、ちっとも懲りてません。本当ですか、はいはい、まだ喋り足んないですよね。その通りでございます。わかりました。ぜひまた来年、はい、ちょっとありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではまた来週、あ、来週じゃない、来月、また来月12月の23日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。私のいいのを